し、今日も大王人格やってっか。やってきますか。なんかお知らせ来てるぞ。え、なんかいろいろ今週何やりましたっけ。親愛なるゲストの皆様。ああ、もう、あ、ありがとうございます。200の手がかり、はいはいはい、イベントは工事キャラの日。工事、工事、あ、なんか11月22日が誕生日だったらしいですね。誕生日だったんだ。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。コンジのアイコンが手に入ると、そのイベントをやると。キャラバースデー限定ボーナス。体制に関する変更、箱に関する変更。箱いじられたんですね。懐中電灯、旅行機、信号銃がランクマッチと電動入りのモードでは出なくなると。ということで、箱から出るのが、注射器、ラグビーボール、ステッキ、香水、肘当て、リモコン。え、全部強いじゃないですか。これ強いのしか出なくなるの。え、でも幸運寺のみこの変更受けません。幸運寺は望んだアイテムが選べるから、まあこの変更は関係ないよと。うん、強そう。もう強そうだね。で、マルチ戦だと信号寺も一応出るよってことですね、これは。へー、すごいな、誕生日。え、でもなんかもう、まあでも今後もずっと続く調整なんで、これは。え、ずっとこれ、え、ずっと、コウンジ誕生日だけじゃないですよ。だけじゃないの、誕生日だから。今後ずっとこうなります。え、ずっと、はい、はい。え、どうしたの。なんで結構サバイバーとしては箱開ける意味が生まれましたね。で、箱から入手できるアイテムの使用回数と耐久度を変更 します。何調整は全サバイバーに適用されます。はい。香水瓶が2つから1つに。え、香水の瓶が1つしかないって書いてあります。1つしかないの。え、これ全サバイバーに適用されるってことは、幸運寺も1個になる。そういうこと。そうなりますね。マジックステッキも。マジックステッキ1本だ。1本じゃん。で、ラグビーボールが 50% 使われた状態になります。あ、リモコンもですね。まあ要するに箱から出るのが当たりが増した分、ちょっとその分使用できる量が少なくなっちゃったってことですね。で、幸運寺箱を開ける速度が 60% 上昇します。箱開けるの早くなってんじゃん。え、情報修正来た。情報修正じゃんね、これ。え、やばい。え、これもしかしてすぐ箱開けてる。え、 1.6 倍でしょ、やばくない。え、え、これ、え、めっちゃぶっ壊れっすね。ぶっ壊れ。箱開けまくればいい。これ、え、これもしかしたら環境キャラになるかもしれない。これ使ってみるしかないですね、こうなっちゃうと。もうここまでは関係ないか。うん、まあ、トカゲが。うん、え、なんかめっちゃ幸運寺今回いじられてるな、ちゃっかり。はい、ってことで、みやぼです。はい、どうも皆さんこんにちは、新人ライターあるです。はい、よろしくお願いします。じゃあ工事使っていくか。使っていきましょう。はい、ってことでマッチングしました。あれ、あれ、お前ら工事情報抽選されたのに使わなくていいん。調整、うん、使うけどね、俺たちって感じですけど。ちゃんと俺たちが使ってちょっとしようかも。いや、やっぱレビューしないとね、大事なんで。じゃあ僕と宮本さん左右で行って、あの残り2方にはちょっと右下積んでいただいて頑張りましょう。いやー、幸運寺チェイスするかー。幸運寺、あ、でも久々だな、やっぱり。うん、なんか懐かしいっすね。最初に触るキャラクターだから。一番最初に使ったきりだぞ。そう、あの、中途キャラでね、触れるからね、幸運寺は誰しもが。ラッキーボーイ使ってみましょう。ラッキーボーイ。あ、宮本さん大丈夫ですか。これ箱の位置分かってないとラッキーボーイできないんですけど。分かんねえから。これどうしよう、箱はされに行こうかな。あ、宮本さん、その右にありますよ、その右。右にある。あ、右、あ、そこ、この暗号機のここら辺っす。ここにある。あった。俺のだ。お俺のだ。お前やんのか。いや、ハンター来てるって。え、あ、来てる。あ、来てる。しないでくださいよ。いやいや、僕の箱だったでしょ。箱取らないでよ。あ、これ飲ませてくれるの。いや、お酒飲みます。
いや、よかった、うん、回復させてもらって、うん、これが空軍が救助に行っている、うん、助けてー。いやー、幸運寺の弱点見つけたんですけど、言っていいですか、うん、箱開けてないと何もアイテムもない。あ、でも、これはナイスケバブ。ケバブがうまい。あ、やばい。ジュハした。決定的瞬間見ちゃった、空軍さん。やばい、窓枠乗り越えれば。あー、ちょっと遠く逃げるわ。頑張ってください。遠く逃げるわ。宮本さん、これもしかして俺の方来てね、それ、うん、あ、来た、近い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 、行くぞー、来てくれ。今救助に行く。なんとか逃げた。肘当てを装備した激強幸運寺。待って、俺も開けたいんだけど。見て、肘当ていいでしょう。早く、早く、早く、見ていいでしょ。でもね、この肘当てね、来てる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 。あー、え、来てたよ。でもなんか和田君もいる。和田君も、ちょ、俺宝箱探してないよ。どこにある宝箱。え、あの、宮本さんの方行ったよ。大丈夫？え、あんた？来てないよ。いや、行ってる行ってる行ってる、マジで行ってるから。来てないよ。え、行ってるって。いや、来てないって。いや、ほんと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 。え、嘘じゃん。いや、来てないよ、ほんとに。おわーい、んどー、あった。あ、来た来た来た、ハンター来た、ハンター来た。俺、これ開けるわ。オッケーオッケー。あ、もう永遠に中止するわ。俺、中止。無理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 、永遠に中止とか無理。注射くれ。あー、今日の飯食らった。鎮静剤を獲得を希望。いや、幸運寺のね、箱は、あー、来た。あー、50% 引いていく。引いたぞ。うわー、気持ちいい。うー、それちょっと違うやつ。気持ちいい。アップやめて、アップ。いやー、気持ちいい。宮本さん、完全回復じゃないですか。完全回復だぜ。やったぜ。で、君たち何やってるの。え、何空軍直したの。ってこと？これ、ルー君、俺が助けた方がいい？え、もしかして助けてくれるんですか？行くぞ！来てー！あ、いいや。あれ？来て。いや、行くぞ行くぞ行くぞ。え、これ、あ、バンメイドが信じてます、宮本さん。マジか。大丈夫かー？なんか使用するわー。あー！待って、待って、俺箱開けたけど 60% 早いからチェックし忘れた。あ、ケバブ、ケバブ来た。え、うん、宮本さん、もう一回ケバブで、もう一回ケバブお願いします。あのね、ハンターは椅子を殴るとね、攻撃硬直が発生するんで、それをね、狙うっていう宮本さんの高等敵が見えるはず。宮本さん、救助しないんかい。救助してくれよ。下積もりだった。下積もりだった。俺らの脳内最強キャラが崩れていく。もう一回やるか。もう一回やろう。もう一回やりますか。はい、ってことでマッチングしましたね。したぞ。人格はね、このラッキーボーイ人格、この脅迫神経症を取ることによって16メートル以内の箱を表示してくれます。なんだこの幸運寺のための幸運寺のためだけのパークと言っても過言ではない。こういうパークじゃん。うわ、こういうパーク来たね。これは勝てるわ。いやー、しかも 1.6 倍速いからね。つけてるの初めて見た。いやー、これは勝ったな、さすがに。どうやって負けよう。負けれないか。負けんじゃねえ。勝つか。人格的に、うん、オフェンス以外みんな左右っぽそうですね。なんで、あの、ファーストチェイス頑張んないときつそう。最初のアイテムなんだけど、ラグビーボールか銃かで悩みますね。銃はマルチ戦では出るんですけど、ランクまでは出ないってことなので、ちょっとランクもやるときはラグビーボール最初に引けばいいんじゃないかなと思います。何パー？50% だいたい期待値的には。怖え。わかんないわかんないわかんない。公式が何パーとか言ってないから。あ、言ってないの？一応。そうそうそう。もしかしたら体感なのこれって完全に。うん、ある方が検証してて 50% ぐらいでした、ちなみに。あの、幸運寺なんですけど、あ、箱が近くにないんですよ、この付近に。なんで最悪じゃん。あの、もう僕解読します。おい、いや、あの、解読機あげて暇があったタイミングでちょっと引きに行こうかなと。まあ、やっぱりあの、効率重視なんでこのゲーム。まあ、引くべきタイミングは今じゃないとって言った感じですね。で、多分小屋地下だったので、ここは安全と。白黒魔女なんでね、急に飛んでくるのが怖いんですけど。
まあ、やることやった後に最後運で引き寄せるっていうね、うんうん、それが一番いいかなと、まあ、勝負ってそうだからね、最後の最後は運みたいなとこあるから、うん、そう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 、それもありますし、あと単純に今もし箱開けに行くとそれだけお散歩時間が生まれてしまって解読効率がね落ちてしまうんで、まあ、うん、今じゃない、今じゃないんだ大丈夫、誰がチェイスしてるんだろう、誰がチェイスしてる、オフェンスがチェイスしてる、これ勝ったじゃん、オフェンスチェイスとかもラッキーボーイだわ、ラッキーボーイだね、うん、ラッキーだねこれ完全に、オフェンスチェイス最初やばね、幸運術使いになるにはラック必要だから、うん、あ、術師、あ、術師がちょっとやばい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 、雲行きが怪しくなってきた、え、これラッキーボーイじゃねえじゃん、いや、大丈夫大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、あ、やばい、来てる、なんかめっちゃ来てる、来てるよ、めっちゃ来てるよね、めっちゃ来てるね、でもあともう少しで上がるからさ、もうちょっともうちょっとやばいなそのチースもう死ぬくね、あ、肩撫でられてる、まあ、暗号機上がったんで、あとはどうにかしてタックルする、タックルす、いや、タックルできないです、この辺は合憲じゃないから、そう、合憲じゃないからね、あの、幸運寺がラグビーボールを手に入れてもタックルできないんで、そこはね、気をつけていただければ、どうしようかな、箱開けタイミング来ましたね、ここです、暗号機1台が、見えてる見えてる、こういう、こういうパーク、こういうパークのおかげでさあ、来い、いでよ、信号銃、信号銃 1.6 倍早いんです、早い、来てるね、来てるね、完全に早い、あー、いや、全然ラグビーボールだあ、でもこれ、あの、ワンチャンオフェンスに渡せるかもしれないからね、あ、なるほどね、オッケーオッケーオッケー、ここは開ける解読、さあ、オフェンスと呪術師がどんだけ稼いでくれるかで、ここで勝てるか勝てないかが、まあ、変わってくるって言おうとしたけど、オフェンスはね、割と安全志向なのかな、回復もらいに来たのかな、これ。回復もらいに来てそうだけど、あれどっか行ったの、オフェンスがログアウトしました。あ、助けに行くって言ってますね。これは風船救助を狙いに行く。行くか、オフェンス行くか、出るか、どうだ、どうだ、まあ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 、これ救助行った方がいいのかな、俺が。オフェンスは、あ、即救助しましたね。おいっすー、あの、椅子に座った瞬間にタック、座らせた瞬間にタックルすることによって即救助ができると。やるじゃん。まあ、あれですね。あの、いい感じに救助してくれたおかげで、僕はね、あの、救助に行かなくて済んだと。解読できたと、その間に。うん、そうです、そうです、そうです。で、オフェンスが助けに行くと言っている。間に合うのか、タックル級できるのか、タックルナイスー、ナイスー、やべえ、ノラ運がいい、ラッキーボーイだわオフェンス頑張って、オフェンス、やべえだろどうしよう、これオフェンスの方行った方がいいんかな、お願い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 、もう一回もう一回タックル決めて、あー、行くしかねえよ、行くしかねえ、これはね、オフェンス救助行って引き分け狙いますか、行こう、オフェンス救助行こうオフェンス救助行って、あれだけやってくれたんだ、助けに行かねえと、うん、これはもうオフェンスさんに申し訳ない、いや、俺が助けるから安心していいぞ、オフェンスよ、来た行くぜ銃を引く、銃の構え、来い、来るか、来い、えコテコテ、ええ、あ、救助行こう、ここでボールを落とすことにより、あ、ボール落とせなかった、ボール落とせなかった、ごめん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 じゃん、ごめんじゃん、ごめんじゃん、ごめんじゃん、ボール渡したいな、これめっちゃボール渡しに行こうボール渡しに、ボール渡しに行こう、これオフェンスに、オフェンス受け取れ、オフェンス受け取って、それどころじゃなさそうオフェンス、オフェンス来て、オフェンス、手を貸して早く、オフェンスさん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 、あ、あ、やばい、これちょっと持ってきないから、オフェンスさん、オフェンスさん、オフェンスさん、やばい、来てる、来てる、やばい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 、来てるよ、来てるよ、早く渡さないと、はい、はい、オフェンス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 、渡そう、渡そう、渡そう、オフェンス、オフェンス、伝わらない、待ってくれ、伝わらない、俺は君にボールをあげたいだけなんだ、悪いやつじゃない俺は君に、警戒されてるんだ、警戒されてる、はい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 、あ、拾ってくれた、よしよしよし、やったー、やったー、勝った渡せた、よし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 、役に立った、やった、高円寺として仕事できたよ、さあ、肘当てバーチコミ決めて早速ゲート解読をしていく高円寺
いやー、ナイス肘当てですね。これが幸運寺の肘当て引いておくという伏線だったんですよね、ここまで。一瞬早く触れるから。暗号入力いきましたね。この一瞬の速さがどう試合展開に影響していくのか。暗号機、開いた、来るのか、オフェンス。オフェンス。オフェンスやめてよ。上げたボールでタックル救助狙うとかやめてよ。引き分けでいいから、俺。引き分けで満足だから。お行ってるオフェンス、オフェンスまさか。あれ行ってる、あ、あ、おー行ってる、行った、行ってる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 、オフェンス、オフェンス、オフェンス来て行こう、俺と一緒に行こう。お謎の沈黙がな、あ、走ってか、走ってか、おー決めたー、上げたラグビーボール、あ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 、でもそろそろノワンが切れるから俺ももうちょっと遊べそう。さあ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 、あともう少しでノワンが切れる。このタイミングいたって決めた。おお、いや、そっち行くんかーい、こっち来い、こっち来てくれやばい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 、さすがに。え、これもしかしてハッチ中央だったりする？中央じゃないね。オフェンスが肉撃した。早く早く助かれ、早く来てくれ、助かれ。オフェンスが仕事を終えてこっちに来る、待ってるぜ。来た来た。オッケー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 。よし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 。行こう。オフェンス行こう。オフェンス行こう。もう行こう。よっしゃ、引き分けた。喜ぶな、引き分けね。はい、ということで、今時使ってみましたが、ルークどうだった？いやー、なかなか、まあ、うん。狙ったの出てなかったよ。狙ったの出ないんで、50% って言われてたんですけど、うん、まあ、2個開けても、まあ、出なかったですね、ぶっちゃけ。40% ぐらいなんじゃない？どうなんだろう。なんか、まあ、やっぱり、めちゃくちゃ強くなったとかではなかったですね、さすがにね。でも、箱を開けるのは早かったよ。うん、まあ、早いだけっすよ。うん。うん、こういうパークあるよね。まあ、箱開けるのが早くて、今みたいに一応ね、アイテムを渡すことができたりとか、はい、2個引けば渡すことができるんで、そういうところがね、若干もしかしたら可能性があるかもしれないですね。オフェンスに使命感を与えてた。うん、使命感与えた。ラグビーボールとともに使命感も与えてたっていう。うん。で、まあでもなかなかね、やっぱりこれ実はね、宮本さんもちょこちょこ使ってたりしたんすよね。うん、でもなかなか、うん、勝つのは難しかった。こう使って勝つのは。なかなかね、クロート向けのキャラクターでしたね。やっぱね、やっぱでも使う人が使うとやっぱり強力でしょ。そう。使う人が使うと、うん、強力かな。でしょ。うん。で、誰でも最初から使えるし。確かに。あ、でも、箱開きがめちゃくちゃドキドキして楽しいんで、そこら辺の意味で楽しむって意味で、ぜひとも皆さんには使っていただきたいなと思います。なるほど。はい。ってことでね、幸運寺、誕生日なんで、はい、皆さん使ってください。あと情報修正、ぶっ壊れではなかったよってことだけ僕たちが使って言えることはこれだけです。はい、ってことで皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイ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 楽しい